エルビアン TV、 エルビアン TV のレアンとエルビアン TV のユです。おはようございます。おはようございます。今日はなんとユーがレイに化粧をします。イエイ。ちなみに私は人に人生で一度も化粧をしたことがありません。そうないですね、これないらしいんだけど、まあね、彼女にね化粧をねしてもらおうかなとちょっと今思ったのでしてもらおうと思います。そうね、はい、自分以外にしたことないから自分みたいな化粧しかできないっていう可能性が高いね。はい、でもなんかゆうちゃんの化粧となんかレイの化粧がちょっと違ってて、なんか多分私の方がちょっと柔らかいのかな、うん、っていう感じなので、今日はそんな感じで化粧をしてもらいたいと思います。ではレイスタート。まずマキアージュ下着マキアージュのマキアージュの下地塗ります。次は次あれですね、このフェイスパウダーです。はい、フェイスパウダーを塗ります。なんかさでも自分にしてる化粧って結構雑なんですよ、ね、雑なんですけど、今回はねちょっとこう自分にして、もうしばらく ねこんなことある。ここからいきますよ。いやポイントです、この可愛いお目目。目は何もしてないんだ次、U の工程でいくと次チークなんだよね。でもなんかちょうどいいね。え、これつけたい、これつけたい、なんでもいいよ。レイと U はケイト使ってるんですけど、どっちもちょっと違うんですよね、種類が。中に入っているここの色が。で今回は U がいつも使っ化粧の時に使っているケイトのアイシャドウで塗ります。塗りますねこれは面白い。いやでもね、私がやってる化粧だから。ちょっと待って、こっち向いて、ちょっと行って、行くよ。いいか笑ってんじゃないよ、あんた。でも多分何笑ってんのでさ、いやちょっと違う感じになるなと思って。これようやく眉毛。眉毛、え、嘘。私の眉毛よりもそう。何？なんか一本線みたいだもん。なんかえぐられてるみたいな。筆圧濃いのは昔から言われてた。よし、ちょっと待って、まだあのね、こちらね眉毛描きます。これでちょっとこのこの子の眉毛はなんか多分ね生えてないせいなんだろうね。かわいそうに。多分ね生えてないせいなんだろうね。かわいそうに。余計なお世話だな、本当。ゆうちゃんと同じメイクしてもらおう。はい、次は涙袋描くやつ。ここにユウは何してるっけ。あと唇塗って終わりだわ。あ、アイライナーしてない。アイライナーなんかさ、怖くて脇汗がすごいアイライナーいきます。これアイライナー
ね、アイライナーはねすごくね重要ね。これ忘れたらダメなやつだよね。ちょっと待って、人の塗るのめっちゃ難しい。ちょっと待って。ちょっと待って。はい、こっち向け。真剣にやってんだから、ちょっと待って。いつもやってるメイクですね。多分というか、まあ、私と一緒のアイシャドウを使って、口紅を使って眉毛描いたりとか、でもろもろ自分のやつやってます。まあ出てきたのがこれ。やっぱ人に何疲れてんだよあのやっぱりちょっともうあの人によってあの似合う化粧っていうものがありますね。これすごい分かるかな、分かりやすいと思うんですよね。でちょっとアップでここはみ出てるまあちょっとはみ出てる。あの口紅、人の口紅を塗るのっていうのはすごく難しいことです、うん、まあありがとう、化粧してくれて。いいよ、まあ思いつきで化粧してもらったんですけど、まあ、結論自分でするのが一番ですねっていうね。みんな似合う化粧は自分で見つけましょう。どうかな、なんだろう、なんか違うよね。誰なんか違う誰なんか違う、なんかちょっと違いますよね。なんかさ、なんだろう、あれだよね、なんかあのやっぱさ、似合う化粧と似合わない化粧がある。ほら今日せっかくさ、こんなさ女の子っぽい服なのにさ、髪型も顔が強め、顔が強いね。こんな感じで今日は化粧をしていただいたんですけど、皆さんも自分の彼女に化粧をしてみたらどうでしょうか。多分楽しいひとときになるんじゃないかなって思います。脇汗めっちゃかいた。一緒一緒、びっちゃびちゃ。多分あれ、みんな彼女に化粧するときは脇汗びちゃびちゃになります。なので脇汗が大丈夫な服を着て化粧しましょう。
はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。バイバイ。ツイッターとインスタグラムもやってるよ。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。